めちゃめちゃいい感じ。カニイクラ丼とかもあるよ。お腹ペコペコです。社長は難しいよ。そう、これ噛み応えあってめっちゃ美味しいんですけど。長町武家屋敷跡なんとかでござる。そう。はい、皆さんこんにちは。みなです。高です。エレキブログです。私たちは金沢に来てます。大民千葉です。ちょうどお昼の時間だから私はお腹空いてる、ね、美味しい海鮮が食べれるかな。海鮮、海鮮、海鮮ね、はい、めちゃめちゃいい感じ。おお、見てこれぐらいのでかい。言わなくここで焼いてもらえるんですか。あ、生食だけだった。あ、生なんだ、はい、でも生食べれないもんね。あるよ、海鮮丼。ちょっと一回ぐるっと回って選ぼうか。そう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 、これ初めて見た。山椒はこういうものなんだ。山椒あれパウダーでしか、なんかあのうなぎにかけるのが大好きだけど、本物はこういう形なんだ。皆さん左側に近江牛があるよ。何を言ってる。近江牛、近江牛じゃないよ。ノーノーノー、近江牛は滋賀県だっけ。そう、うん、すごいじゃん。ドドン、めっちゃすごいじゃん。カニ、カニ、カニイクラ丼とかもあるよ。美味しそう。お腹ペコペコです。今バラッと大体見たけどね、大体同じだね。海鮮のお店か、お肉のお店か、野菜のお店か、フルーツのお店。そうだね、この4種類。うん、でも全部美味しそう。タカ、はい、どこから来た、わかる。迷子になったね。全部同じに見えるから。あ、あそこが。あ、でもこの角見たことあるよ。じゃあ、あそこの前から。あ、そっち、あ、オッケー。じゃあ、ここをもう最後、向かって歩いて決めよう。はい、到着こっちにする。待ってるぜ。まあね、だからいいんじゃない。そうだね、ちょっと待とう。何を迷ってるの。え、食べ物、食べ物を迷ってるよ。みんなサインを読んでるけど決めれない。社長がやめと言いました。はい、並んでたし、あとなんかあんまり食べたいもの見つからなかったのか。社長は難しいよ。嘘。社長が見つけました。来ました。タカは何を食べる。そう、これ半分ずつだよ。そうね、いただきます。いただきます。まあ結構な値段はするでしょ。両方両方3000円ぐらい。噛み応えあってめっちゃ美味しいんですけど。これもカニの量半端じゃないじゃん、これ。どうしたこれ、どうしたもんかね。カニだけ全部食べてご飯渡すわ。そんな半分じゃないよ。ちょうだいちょうだい、いくらさん。これも美味しいよ、味噌汁。もうゴロゴロ入ってる。やばい、なんか一個のカニに衣装入ってる、見て。確かに。ということで、近江市場を後にして、後にして、後にして、あの日本語の表現、近江市場を終わってって意味。あ、そうなの。そう、また勉強になりましたね。近江市場を後にして東茶屋街、yes. 行きましょう。ちょっとデザート食べようか。そうだね、社長がデザート出すとうるさいんで。そう、来ました、メイン通り。あの柳、ここが多分ね、シンボルみたいになってる。東茶屋街の一つの撮影スポットみたいになってる。そう、綺麗だよね、この通り。変な外国人が踊ってるけど。木の建物でも中が見づらいから何が入ってるか知りたいと。そう、ここからガラッと開けないと開けないといけない。すごいね、なんかもう全部の家が統一されてるね。
あら、戻ってきた、さっきのところ。おお、大福ある。やっぱ、めっちゃ美味しそうじゃないですか、社長。別店舗だって、左と右で。じゃあ、はい。右も美味しそうだけどね。うわ、これとか美味しそう。あ、一緒だった。これ食べるじゃん。太陽は抹茶とかみたいなお店で、あっちはフルーツ大福。でもそれもイートインできるよ。だからここに入って食べて、あっちに入って食べる。やばいじゃん。ちょっとおかしいけど。幸せな時間じゃん。はい、そうしよう。これ、ぜんざい用の。めっちゃちっちゃいです。すごいね、ぜんざいと抹茶、かき氷、あずき白玉、アイスクリームのせ。なんかパラパラしたかき氷って感じ。どうやってこんなかき氷作るんだろう。でもさっぱりして美味しい。景色がやばい、最高だね。ごちそうさまでした。ごっちゃんです。うまっ。ごちそうさまでした。ここから出て、ここから入る。はい、大福。うわ、やば。あ、イチジクもある。キウイ、イチジク、みかん、イチゴ、パイナップルだ。パイナップル、メロン。私はスパークリング梅酒を注文しました。超うまい。私たちはシェアでみかんとイチゴを注文しました。これ美味しい。あんま。このイチゴが全然負けてない。イチゴのフレーズ。お値段はね、可愛くないよ。全く。1500円ぐらいだったかな。全然可愛くない。食べましたね。いや、もう、もうデザート入らない。あ、あそこにソフトクリームある。金箔が乗ったソフトクリーム。でも高い。めっちゃ高い、891円。というわけでお腹いっぱいになったので、ここからちょっとね、観光したいと思います。金沢の観光といったら集落園。集落園は東海市。集落園じゃない。何楽園だっけ。集落園は僕の地元の公園。何なんだったっけ。兼六園でしょ。兼六園、それ。でも行きたくないよ。ここの金沢に来た時に兼六園をね、もう見たので、ちょっと今日は兼六園ではなくて違うところに行きたいと思います。はい、やってきましたよ。長町武家屋敷跡らへん。これでもね、すごい雰囲気よ。なんか川が、ここ小さい川が流れてて、うそう歩くべきじゃないよ。わかる。バックピンピーピー。周りの人に怒られるよ。そうそこ。あ、綺麗じゃん、行こう。行きましょう。あ、書いてある、ここに長町武家屋敷跡。サムライハウスって書いてあるよ。昔サムライが住んでたのね。いいな。すごいじゃん、この道をサムライも歩いてたんだよ、こうやって。そう、刀で。そう、で、こうなんとかでござる。そう。雰囲気めっちゃいいんだけど。ウーバーイーツをやってるよ。ウーバーイーツをやってる侍。本当に雰囲気がいいよ。しかも人もあんまり歩いてないから。そうだね。本当になんか一昔前にタイムスリップした感じ。もう本当にこの景色なんて。あ、バス。バスが通った。バスが走ったけど。昔の人こんな感じかな、性的には。性的には私のせいだね、男性が。だってこれとかも壁低いもんね、この、なんていうの、この坂が簡単に低いよね、これだって、横に沿ってこれ乗り越えるじゃん。いいじゃん。土地買うか。土地買えるの。車さえ買えないし。どうやって土地を買うの。わかりません。誰のお金で。社長のお金です。社長はお金がないよ。ぐるっとしてさっきのところに戻ってきましたよ。あ、本当だ。この動画をここで終わりにします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。